どうも、ともはっぴーです。動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日やっていくのはマジック・ザ・ギャザリングコレクション投資おすすめ5選ということでやっていきます。突然なんですが、なんでこの内容になったかっていうと、スタッフのリクエストっすね。でもちゃんと選びました。5選選びました。でもね、マジック・ザ・ギャザリングのカードって種類がね、多すぎるから、細分化するとさ、言語とかさ、光ってる光ってないとか、細分化するともう10万種類を優に超えてくるんで、まあ僕がパッと思いついた5選なんで、僕が何選んだかなとか、こう話の中で参考になることないかなっていう、こうふわっとした感じでね、聞いてもらって、でなんか皆さんがこうカードを集めてね、まあ投資っていう観点でもそうじゃなくてもいいんだけど、カードを集めてこうコレクションを楽しみつつ、資産的価値もあるもんなんだけど、それなんかどういうのが自分に合ってんのかなとか、参考にねしてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、トモハッピー的おすすめ5選選んでみたんで発表していきます。僕が選んだ第1位からいきます。第1位こちらです。じゃじゃん。はい、ブラックロータスです。ブラックロータスはおすすめです。どんな点でおすすめ？まあ単純になんかコレクションとして楽しめるって言ったら、もう好きなカードだったら何でも楽しめると思うから、そうじゃなくて、その資産的な価値的に、まあ伸びていきそうとか安定してそうとかっていう観点で言うと、まあこれブラックロータスはね、もう言わずともがななんですけど、マジック・ザ・ギャザリング最初に出たカードゲームの中でね、まあ最もこう有名なカードで、かつ強力なカードで、発行枚数2万枚ぐらいって言われてて、希少なんですよ。それがね、年々ね、こう、なんだろう、値上がってて、そんな中で、こう、ずっと手に入れて手放さない人っていうのも多いから、まあ、どんどん手に入りづらくなってるっていう感じで、これはね、もう本当に波あれど値上がってきてるし、まあみんな納得なんじゃないかなっていう、こう、やっぱり一番有名っていうね、付加価値もあるからね、ただ、いいと思います。ただ、単価が高いっていうね、ちょっと手出づらいですよね、高すぎてね。はい、ということで、第2位、こちら、ドドン。グルランドです。これね、基本土地っていうのはマジック・ザ・ギャザリングでもうずっと使われ続けてる存在で、どんなに下の環境でも結構使われたりしててね、下の環境っていうのはまあ古いカードも使える環境、そこでも使われたりしてて、マジックのカードって基本4枚までしかデッキに入んないんだけど、この基本土地は何枚でも入れれるんですよね。その何枚でも入れれる大事な大事な、常にね、あのマジックの歴史とともにある基本土地の中でも、このこれこのマークのやつはグルランドって言って、グルランドがね、基本土地で一番高額なんですよ。島だったら、今山しか用意できなかったけど、平地、島、沼、山、森って5種類あって、で、その中でもね、一番人気の島はもう綺麗だったら20万超えてきてるっていうね、驚きなんだよな。これも1万円ぐらいで買えたんだよな、昔。一番ブラックロータスは一番有名なカードで、まあこれで言ったら、その初期に出た一番有名な基本土地プロモであり、一番高額なまあ基本土地であるって、これもね、一番ステータスを持った超希少なカードで、これブラックロータスぐらいしかそれぞれないかもな、市場に。もしかしたらどうなんだろう、発行枚数もね結構少ない気がするんですよね。やっぱり基本土地っていうのはずっと使える、しかもどんなにマジックの種目が増えてもそのほとんど全てで使えるっていうのがね、ブラックロータスだったらヴィンテージに飽きたら売るっていう選択肢も出てくるんだけど、これ何かの種目から何かの種目に移行したっていうだけじゃ売らないもんな。イラストがね、素晴らしいからね、各色ね、これ本当に集めときゃよかったなってちょっと後悔する1枚ですね。さあ、第3位いきます。ドドン、こちらです。稲妻のドラゴン、ウルザズサーガのプレリリースプロモです。プレリリーストーナメント、新商品のお披露目イベントで参加者に配られた記念カードです。で、僕が記憶してる限り一番最初に民間で手に入ったフォイルカードなんですよ。ウルザズレガシーっていうパックが初めてフォイルが封入されたのは有名なんだけど、その前のウルザズサーガでこのプロモだけは光ってたんですよね。それ以外にもジャッジプロモで天才のひらめきとかガイアズクレイドルとか漂白とかも出たかな、当時出たんですけど、ジャッジプロモなんですよね。ジャッジやってる方が報奨でもらえるっていうのが光ってただけで、僕みたいなね、当時の一般プレイヤーが手に入れることができたフォイルとしては、まあ、これが初めてなのかなっていう。まあこれね、上がるとかじゃなくて、なんかすげえこのカードかっこいいし欲しいから、ちょっと1枚は持っときたいなと思ってコレクションバインダーに1枚だけずっと入ってたんですけど、これがね、なんとね、
裏にね当時買った値段書いてあって3500円なんですよ。3500円で買ってなんとね今2万8000円するんですよ。ニアミント上がりましたね。いやこれ本当に大会とか種目で使うカードでは到底ないというか全然ないし、結構弱いカードで本当にかっこよさだけみたいな、まあ、無限コレクターとかいる可能性があるんですよ。やっぱドラゴンかっこいいじゃないですか。ドラゴンはかっこいい。そんな中での特にかっこいいドラゴンとして名高いのがこの稲妻のドラゴンなんですよね。あとは他にもラースのドラゴンとか、漆黒のドラゴン、黒章とかね、その最上級バージョンですからね。で当時ねプレリリーストーナメントって今みたいにショップで開催されてなくて、なんかいくつか全国いくつかの大型会場でしかやってなかったんですよ。僕が知ってたのは宮城とか多分東京行かないと、福島県だったんですけど上野宮城とか東京行かないと多分出れなくて、配布数が少ないですよね。要はね多分5000枚とか配られてないんじゃないかな。日本では5000枚多く見ても5000枚ぐらいしか配られてないんじゃないかなって思うんで、まあ、世界中合わせても何枚あるんでしょうね。5万枚とか多く見積もっても10万枚ぐらいしかないんじゃないかなと思いますね。だからブラックロータスレベルに希少かもある意味っていう。でこれは本当にもう好きだから1枚だけ持っとこうだったけど、そういう人いっぱいいること込みでなかなか手に入りづらくなっちゃってすごい高騰してるんで、まあ買っときゃよかったなとか思いますね。はい、ということでこちらいきます。第4位ドドン。はい、ベータの基本土地です。これまあ島今回出したんですけど、島じゃなくて別にどれでもいいんですけど、アルファの方が、基本土地としては古いんですが、アルファって角が丸くてデッキに入れるとちぐはぐになっちゃうんですよね。マークドみたいになっちゃう。だから引く前とか不別つくから不正を疑われるっていう可能性もあるんで、大会とか練習でもね、こう使いやすいっていう、このベータカット今のカードと同じ丸み同じカットのやつで言うと、これが最古の基本土地なんですよね。まあこれね、だからデッキに入れて使いやすい中で一番古い基本土地って、これはグルランドとまあ同じような感じなんですよね。グルランドほどの希少度はないし、状態いい島でもまあ1万円いくかいかないかぐらいの感じで集まって、まあこれね30周年でマジックのこう歴史、マジックがどんどん歴史を重ねていく中で一番最初の基本土地が欲しいな、一番古いのが欲しいなっていう、それデッキで使いたいなっていう需要ってまあ、もっとねこう増えていく可能性もあるし、その中こうマーケットから枚数は減っていくわけだから、だから各色20枚とか持ちたいわけなんですよ。単色デッキとかもケアすると、だデッキで使う用としてこれは状態問わず結構このベータの基本土地っていうのはいいかなって、まあ、個人的には思ってますね。あとは第5位ですね。第5位、こちらは何選んだと思います？みんなあのね、まあ、今まで選んだカードにもヒントはあるんだけど多分ね当たんないと思う、これは。はい、こちら宝章プログラムのトークンです。最初期というか最初の、もしかしたら他にもあったかもしれないんだけど、他にもあったらごめんなさい、でも最初のプロモトークン、少なくとも初期のプロモトークンで、宝章プログラムっていうのは大会でプレイすればするほどプロモカードが送られてきたんですよね。有名なのはこの不問大地のフォイルとか、これは結構まとまった数出てないとダメなんだけど、あと、謎めいた命令のフォイルとか、最初はねトークンプラスフォイルカードが送られてきたんですよ。でこのねトークンのデザインってね他にないんですよね。このなんか独特なトークン専用枠のなんか、まあ今もあるんだけどパックからトークン出てきたりするんだけど、このトークンね裏広告じゃなくてちゃんとマジックの裏面になってて、まあ、プロモカードなんですよ、れっきとした。まあいろいろねスピリットとかスリバーとかいろいろあるんだけど、昔はねもう100円200円でもあんまり買いたい人そんなに多くはないかなっていう感じだったんですけど、今ねこれ3500円とか4000円とかしてるんですよ。やっぱりプレ事故少なかったし、大会出てる人っていうのもそのピーク上よりだいぶ減ってきてた時なんで、しかもある程度ね出てないと送られてこないんで、だから僕の周りなんかはね結構これ余らしてたんですけど、いっぱい大会出てる人が多かったから、世間的に言ったらね結構枚数意外と今思えば少ないのと、あともうその捨てられちゃったりとかしてるんですよ。トークンのカード別にそんなに価値もしなかったし、多分人によっては処分しちゃったりしてて、なかなか欲しくてもこう手に入んないし、マーケットにも実際少ないで、まあ、初期のプロモトークンっていうことで、で独自のデザインっていうことでこう味があったりさ、なんか古い珍しいかっこいいトークン使いたいっていう人にね結構いいっすよね。なんか今だともうゴブリンももうちょっとねシュッとかっこよくしちゃってるけど、なんか味がするんですよね。スリバーのやつとか普通にかっこいいんだけど、このトークン
トークンもやっぱりゲームに使う、まあね、サブカード的な存在なんだけど、こだわりたくなるじゃないですか、やっぱずっと長年やってると。で、特にこのゴブリントークンなんていうのは本当にいつの世も結構使われてるから熱いなと思いますね。はいはい、ということで MTG コレクション投資おすすめ5000選んでみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、全然ね、頭の中にこうないっていうか、忘れてるおすすめとかお気に入りも結構あると思うんですけど、まあ、パッと思いついた中で選んでみました。まあ、とりあえずなんか一番最初に出たとか一番高いとか、何らかのその一番ポジションを取ってるカードかつ希少度が高くて値上がり傾向みたいなものをね、気づいたら今回選んでたんですけど、皆さんね、コレクション投資するなら、まあ、僕はこれがお気に入りですとか、もう好みの話も全然いいんで、僕はこれがお気に入りですとかおすすめですみたいなのあればね、ぜひコメント欄でのびのび書いてみてください。コレクション投資っていうとね、なんかお金のために、いや、なんかお金のためにカード買うのみたいな、あまり好きじゃない人がいるのも理解できるんですけど、なんか好きなカード買いつつ資産的価値もあるのが、まあ、マジックとかトレーディングカードゲームの楽しみでも楽しさでもね、あると思うんで、まあ、ぜひね、おおらかに楽しみ方の一つとして、コメントしたい方はしていただければ、一緒に盛り上がれれば幸いです。ということで、よかったらチャンネル登録、動画の評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。あ、ともハッピーが選んだこの5000どうっていう感想もぜひぜひお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。また明日。